はじむ人相は、高齢長大声初期の、第三代皇帝。名は、はじむ国元、または、はじむかし、はじむきいるんとも。体操の三男として生まれた。大宝三年六月六日に立退使された。八月四日に、父三角が急死すると八月十二日にわずか二歳で、即位し、翌年に大和と改元した。幼少であったため、 母の戦時大合原子縁が折衝した。二度にわたるチャンパの進行を撃退し、ヤマト四年には、はじむかやはじむ国服に反抗を命じて、チャンパの王とビジャヤを攻略し、国王マハビジャヤを生け取りにして、昇竜に連行した。戦時大合の姿勢により国内は、比較的安定し、ヤマト七年に多産、小十四条を制定した。しかし退合は、残言を信じて、 大和九9年に、後進の恥む家や恥む国ふくらを殺し、大臣の奮撃を引き起こした。大和十11年11月21日、戦時大合に代わって13歳で申請を開始した。円安氏2年、半誠先に、国史の編纂を命じ、大越式族編を完成させた。また、百貫の法禄と王公の法置の方を改めた。円安氏6年、長継の寮。 三能はじむ余民によって、戦時退後もろとも殺害された。ありがとうございます。